はい、ゆっきーです。今日はですね、なんと、こちら、何を買ってきたかというと、コクワガタのね、オスとメスのペアをね、購入してきました。はい。ということで、開けていきたいと思います。ね。ね。この子ですね。すっげえちっちゃい。これはオスです。これオスね。大きさはどんぐらいだろうな。ちょっとこれ、ね、測っていきましょう。大きさはと。大きさはおおよそ、2.8 センチですね。おおよそ 2.8 センチです。ね。こちら。挟まれても全く痛くありません。これ挟まれますよ。いいですか？もう最初ね、メスかと思ったんですよ。これ。挟まれてもですね。ああ、まあいいや。挟まれても全く痛くございません。恐ろしい脆弱です。脆弱くんですね。こいつと、もう一匹ね、メスです。メスは多分、挟まれたら痛いと思うけど、どうなんですかね。メス。メス。メスですね。この子を、交尾、ね、ペアリングさせたいと思います。ということでね。ちょっとどいて。ほとんどね、メスもね、大きさ同じですよ。メスは2センチぐらいかな。見た感じ。メス2センチですね。オスは2.8 センチ。ですね。こちらを、ペアリング、ハンドペアリングという呼ばれるね、方法でね。こちら、どうやってハンドペアリングさせるかと言いますと、僕もあんま詳しくはないんですが、これをですね、このオスをですね、メスの、こうクロスさせるんですよね。これがメスの、これがオス、こっちがメスだとして、こうやってクロスさせるといいらしいです。メスの上にオスをこうポテって乗せる、軽く乗せるといいらしいという話を聞きました。コクワガタくんね。いいっすか？掴みづらいな。小さすぎて実に掴みづらいですね。ああ。メス大丈夫か。メスもすでに交尾してたりするパターンあるかもね。こうやって静かに乗せると、このように重ねると何かが起こる。これだいたいね、ペアリングはね、30分ぐらいかかるらしいですから。まあ、ペアリング、とりあえず成功するかどうかは、あれ、不明ですか？不明なんで、ちょっと、時間を、ね、時間を経ってまた撮りたいと思います。はい、どうも、ゆっきーです。今日はですね、クワガタの、産卵セットを組もうということですね。今回はですね、コクワガタと、コクワガタのオスとメスで、とりあえずペアリング、ハンドペアリングをまだしてないんですが、入手しましたんで、コクワガタのね、飼育をしていきたいと思います。そんで、ダイソーのこちら、200円の口木。ジャンボ口木200円ですね。200円プラス税のやつ。こちらに、加水してですね。とりあえず3時間ほど、水につけておいて、そんで、2時間、陰干しして、それで出来上がりみたいですね。はい。とりあえずね、これでね、幼虫、産卵セットね、を組みたいと思います。はい。ということでね、産卵セット、組みました。こちら、ダイソーのね、200円の、産卵木、というか、口木ですね。こちらに、入れまして、こちらを入れまして、これで、OK！ で、ね、おそらくペアリングが、おそらく、ペアリングが成功したと思われる、こちら2体ね、の中のメスちゃんを、メスを入れます。メスをね、はい。メスを、ピッと、いきまして、これで OK！ で、あとは、ダイソーの昆虫ゼリー。ダイソーの、こちら買ってきました。ダイソーの高タンパク、キングゼリーをですね、こちら。これ何味？ヨーグルト味。ヨーグルト味のこちらゼリーを、これをですね、ヨースベの皆さんが言っていたんですが、こちらに十字を入れて、十字をね、ピャッと。あ、やべ。十字を入れるようにして、こうやって切り込みを入れるといいらしいという。ね。情報がありましたんで。ここに入れときます。で、メスはですね、非常に、産卵の際に、かなり、エネルギーを要するということなんで、2個ね、こちら、やけに滑る。2個ね、こうやって入れときまーす。ね、これで多分大丈夫だと思います。よし、これで OK。それではまた経過を待ちましょう。こちら、オスはですね、別に、します。別の容器に入れておきます。はい、どうも、ゆっきーです。こちら、オスはですね、こちらです。ハムスター用の柔らかマットというね、こちらは、松の、らしいんで、松ですね。松の、廃材ということで、こちら安く売ってましたんで、実に安かったんで、買ってきました。これをね、まあ適当によしと。まあよく使ってる人結構いますよね。こういう系ね。なんか、ホームセンターで安く売ってましたよね。こちらに。結構ね、あったかいです。うん。これ、だって、この量で、確か200円ぐらいで、2、300円で売ってた気するな、これな。すっげえ安かった。ああ。でね、松なので、いわゆる針葉樹林なんで、まあ、結構、匂いを抑えたりだとか、もできるらしい。うん。まあ、実際はどうかは知りません。昔ね、ハムスター飼ってた時にね、まあ、こういうの使ってましたよ、確かに。こういうタグに。まあこんなもんだろうな。そんなにいらんで。あの小ささでいくと、そんなにいらんと思う。さすがに。